はいどうも、ノベリオトゲラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、まあ僕自身ですね、皆さん、昨日、今日でですね、引っ越して、まあある部分が変わってるんですけど、気づきましたかね。まあそれはですね、もう知ってる方はですね、もう早く行けよって思うかもしれないんですけども、僕が今座ってる椅子、こちらですね、昨日と一昨日がなくてですね、昨日届いて、で、まあ夜だったので、ちょっと組み立てるのは次の日ということで、今日撮影したですね、その撮影日にですね、まあ組み立てさせていただきました。ちょっとですね、僕どきますね。どんな椅子かお披露目でございます。それはこちら。いかがでしょう？こちらですね、ゲーミングチェアを買いました。まあ実際ね、こういうところにはなんかビジネスチェアとかね、いいとかね、聞いたりもしますけども、やっぱり僕もですね、ずっとテーブルに向かってですね、パソコンカチカチとか、あとは絵を描く時間が本当に多いんだよね。なのでちょっとね、椅子だけはですね、いい椅子がいいなっていうのがですね、ずっとあったので、まあそれに関してですね、考えた上でですね、まあ僕自身ですね、徐々になんですけども、まあこちらマウスね、これね、ゲーミング用のマウスなんですけども、これロジクールさんのですね、何だっけな、ロジクールの G プロワイヤレスのスーパーライトってね、最新のやつですね。これでですね、僕は動画編集してですね、このね、カスタムね、ボタンがあるんですけど、このボタンにですね、僕は編集のですね、カットとか、あとはですね、削除ボタンとか入れてですね、めちゃめちゃね、ゲーミングマウスって結構ね、あの動画編集者さんはですね、使ってることが多いので、僕はですね、これ買ってよかったなと思っております。めっちゃ軽いんだよね、このゲーミングマウス。見えないね、僕がいると見えないんだよな、ピント。こうやってこんな感じ、まあ、結構綺麗でしょ。そしてあとですね、このロジクールさんと一緒に買ったのがゲーミングマットじゃないわ、マウスパッドですね。これもロジクールさんのマウスパッドを買わせていただきました。これはね、安いんだよね、結構ね、2000円以内に収まってくれて、あとはですね、結構ね、ちっちゃいやつでもいいかなと思ったんだけども、まあずっと基本ね、あの家でね、作業することが多いので、ちょっとね、大きめのやつを買いました。まあこれでですね、僕はですね、まあゲームはいつでもできるんですけども、まあね、あの本体がないので、まだですね、ゲーム実況っていうのはまだまだね、あの先の話ですが、まあ次に買ったのはですね、まさかのゲーミングチェアかっていうことで、本格的にね、ノベリオタのですね、まあ、ゲームチャンネルが動いてるのかなってね、思っていただけるだけでも嬉しいです。まあ、あとはね、本当に素直にこういう椅子があるとですね、めっちゃ便利で、しかも何がいいかっていうとね、このね、ちょっと見えないかもしれないんだけど、見えないね、多分ね、この、あの、肘掛けだね。この肘掛けがですね、高さが調節できて、よいしょ、これ下げることが、これ一番高いんだけど、よいしょ。これね、低くなって、低いとね、こうなる。低いとこうなるから、僕はですね、一番上に、こんな感じね、こんな感じで一番上にしております。あとはですね、めちゃめちゃいいのは、このね、後ろにね、枕みたいなのあって、これね、ちょうど、僕はですね、ちょうどフィットするのでめっちゃいいんだけども、まあもしかしたらですね、あの、身長が高い人とか、背が低い方はですね、結構ね、このフィット感ないかもしれないんですけど、だいたい僕平均みたいな感じなんで、まああの、ちょうどいいなって感じです。あとはここにですね、腰用のですね、こういう、なんて言うんだろう、なんだろうね、この腰痛めないよみたいな、姿勢良くするよみたいなね、ちょっと名前知らないですけど、こういうですね、腰用のやつもついてて、これね、めっちゃいいね、慣れるとね、めちゃめちゃ使いやすいので、僕はですね、めちゃめちゃ重宝しております。まあこういう感じで使ってると。で、あとはまあ椅子としてはですね、まあね、リクライニング機能っていうのがありまして、これがね、僕はめっちゃいいなと思うんですが、使う時あるかちょっとね、どんな感じか見せますね。お尻の方にですね、引っ張るやつがあって、それをですね、こうやってね、いくよ、せーの、よいしょ、ウィー、画面外に行きまーす。僕が画面外にいなくなる。よいしょ、よいしょ。これね、どんな感じになったかというと、180度ですね、あのリクライニングされております。横になった状態で、まああのね、あの寝ることができますね。でもただし足がですね、足は別なんですよね。別に僕寝るために買ってるわけじゃないから、まあ、それはいらないかなということでね、まあ買わなかったですけども、おっ、ピショ、こんな感じで上がってきます。で、こうやって多分、だいたい90度ぐらいかな。こういう感じでですね、めちゃめちゃいいなと思っております。まあね、こうやって椅子が来たということで、皆さんにお届けさせていただいてですね、まあ椅子のお話は終わりということで、まあ細かい椅子とかはですね、おいおいね、また違う動画とかでお届けできればなと思いますけども、まあ今日もですね、まあどんな話かというと、昨日ね、あの文房具屋さん大賞2022のね、雑誌をね、ご紹介させていただいて、まあ大賞と、あとボールペン賞をね、ご紹介させていただいたんだけども、今日ね、これ絶対僕紹介して
とけばよかったと思ったのが、まあ、昨日あの動画撮ってから僕もですね家でねゆっくり家でってここでね、まあ、ゆっくりですね本読ませていただいたんですけども、その中でね多機能ペンションっていうのをですねご紹介した方がよくて、僕自身もですねこれめっちゃいいよって言ってね、確か2021年で僕が買ってよかった文房具ベストね10とかにね入ってきた、もうねあのずっと使っております。こちらですね、なんとこちらの多機能ペンションはジュースアップ4が取りましたね。僕はこれね1位になるっていうかね、これむしろ僕対象になるんじゃないかなと思いましたけども、まあ、対象はですねボールサイン ID プラスって言われるですね、それまためちゃめちゃいいボールペンなんですけども、そちらもですねよかったらね昨日の動画見てみてください、まあ、今回ねこのジュースアップ4はですね正直僕も YouTube でですねいろんな文房具と画材を紹介させていただいてですね、後ろにね飾ったりっていうか使うものを置いてるんですけども、まあ、僕自身ね紹介したものを日常的に使うかどうかって言われるのは結構ねまあ使うものもあれば使わないものもっていうか使わない方が多いって言ったらですね正しいんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕はですねこの多機能ペンションの1位になったねこちらのジュースアップ4に関してはね正直日常使いしてるんだよね、してるし、あとね僕がですねよくねこれいいなっていうか僕自身がハマってるなって感覚になるのはインクがですねなくなったら、あ俺このペンにハマってんだなっていうね、まあ、気持ちになるんですけども、なんとこちらのジュースアップ4ですね、まあ、黒のねインクよく使うので黒がすぐなくなるんですけども黒のインク2回変えてますね、まあ、それぐらい僕がですね去年ね出会ってマジで良かったボールペンなので多機能ペンかな、まあ、絶対ねこれはですねマジおすすめしますね、まあ、お値段としてはですね、まあ、多機能ペンっていうことでちょっとねお値段高いんだよね、600円超えてくるんですよ。この600円超えてくるのがどう出るかっていうことなんですけども、まあ、多機能ペンジュースアップ4と言われるものはですね黒青緑赤っていう4色なんですけども、実はジュースアップ3っていうのも発売がね一緒にされてるんですけども、そちらの場合はですねなんと3色展開ということで、ちょっと色の展開ね確か黒青赤だったかな、緑が入ってなかったかなと思いますけど、もしね緑使わないよって方はジュースアップ3でいいですし、もし緑も使うって方はジュースアップ4を購入するのがいいかなと思います。でね多機能ペンのこの1位の凄さっていうのがですね何色も入ってるから太くなりがちだと思うんですけど、このジュースアップ4に関してはですねもうこのねなんて言うんですか細さがやばい、マジで細いし、しかも軽すぎる、本当にですね多分一般的なボールペンとかの1本単色ボールペンよりも軽いんじゃないかっていうぐらいのですねめちゃめちゃ軽さをしております、まあ、ただしっていうのがあって、それこそですねその黒のインクをもう2回も変えてますよっていうねこちらのジュースアップ4なんですけども、ちょっとインクの減りが早いんじゃないかなっていう僕のね気持ちなので、そこら辺がですねまた増えたらですねなおさらねこれは人気になるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、ぜひですね文房具屋さん好きな方はですね、まあぜひこちらの本はですねマジで935円だったかな、こちらめっちゃ安い、まあ、1000円以内に収まるっていうのが僕はすごいと思いますし、あとね、まあ、文房具屋さんが自腹でも欲しい最新アイテム549品っていうね、そんなにあるんかいってね、まあ、549品も買ったらですねめちゃめちゃねもう大金になってしまいますけども、まあ、その中でも自分がね好きなものとかね買っていただけると嬉しいなと思います。そして受賞商品を679名様にドーンとプレゼント、あなんと皆さんこちら購入してですね、まあ、当たるかどうか分かんないけど679名にですねそのねこのね記載されているですね商品が届くということでね、それにもですね、まあ、挑戦していただければいいかなと思います。まあ、正直このね文房具屋さん大賞2022ね、まあこれ読んでいただければ結構文房具ね今流行りのものとかはですねもう多分ねこれだけでもう勉強できると思いますので、ぜひよかったらですねこちらね買ってみていただけるといいのかなと思います。全然ね案件でも何でもないこちらめっちゃ紹介してるけど、まあいいかな、まあ、こんな感じでですねぜひあとはですねもう購入してみてですね続きはね確かめてください。まあねこんな感じでですね今日も、まあ、文房具屋さん大賞で受賞したらですねこちらのねジュースアップ4ね多機能ペン賞なんですけども、まあ、こちらめっちゃいいよっていうお話と、あとはですね椅子購入したのって、まあその昨日とね一昨日に関してはですね地べたに座ってですね膝立ちでね撮影してましたけども、まあ、今日からは椅子が来たということで、まあ、結構楽かなと思いますので、まあここからはですねまたね絵を描いたりとか文房具紹介したりとか画材紹介したりとかするので、ぜひねこれからのノベリオタギャラリーも楽しみにお待ちください。ということでね今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。では皆さんまた明日お会いしましょう。バイバイ、最高の一日を。